見事優勝はゼッケン3番昨日に続いての優勝です。チームシューブイズ HR です。どうぞのシュー選手おめでとうございます。第2位にはスーパーチップス佐藤凛太郎選手おめでとうございます。第3位はルチモータースポーツ栗山雅樹選手おめでとうございます。以上3選手に表彰台にお上がりいただきました。まずはロータックス社よりウィナーズキャップが贈られます。アレックス様ありがとうございました。そしてシャンパンファイトをしていただきます。ミニクラスの選手にはコルクを取った状態でシャンパンをお受け取りいただきます。そして第3位の栗山選手までシャンパン受け取っていただきました。皆さん振ってくださいね。準備はよろしいですか。いきますよ。シャンパンファイトお願いします。若干牽制し合いながら始まりました。綺麗なシャンパンファイトとなりました。大きな拍手をお願いいたします。続いて賞金ボートの贈呈です。優勝をしましたどうぞの周選手にまずは賞金3万円が贈られます。おめでとうございます。続いて第2位の佐藤凛太郎選手に賞金1万円贈られます。握手をして賞金ボードを受け取りいただきます。第3位の栗山選手にも賞金ボードが贈られました。おめでとうございます。では高く上げてください。せーの、お願いします。顔見えないよ。帽子が取れちゃいましたね。いいですよ、そのままで。はい、お願いします。はい、それでは足元に賞金ボードを置いてください。そしてどうぞの周選手に、青少のトロフィーが贈られました。そして佐藤凛太郎選手にもトロフィーが贈られ、栗山雅樹選手にも贈られました。それでは喜びの声聞いてみたいと思います。おめでとうございました。後ろ失礼します。おめでとう。ありがとうございます。今2連勝飾りました。今の気持ちを教えてください。嬉しいです、はい、バトルが非常に激しくて、一度あの最後の方ですね、あの佐藤凛太郎選手に逃げられちゃうかなと思ったところもあったんですけれども、どのような気持ちでしたか、その時は。逃がさないようにしようと思いました。逃がさないように集中していったんですね。そして見事チャンスを自分のものにして優勝しました。では次のレースに向けて一言お願いします。次も勝ちたいです、はい、次も勝っていただきます。今いろいろサポートしてくれた方がいらっしゃると思います。お礼の気持ちを伝えてあげてください。ありがとうございました。はい、次戦も頑張ってください。どうぞの修正してきた、おめでとうございます。それでは写真撮影を行っていきたいと思います。選手の皆さんは一番高いところに立ってください。それではフォトセッションです。ミニマックスクラス皆さん、いいバトルを見せてくれました。水波でこうしてバトルをする中で、将来またみんな成長していって、また大人になっても同じような戦場で戦っているかもしれません。これからもずっとずっと皆さん頑張り続けていってくださいね。2017年ロータックスマックスチャレンジ第2戦ミニマックスクラス、改めてご紹介いたします。ミニマックスクラス第2戦優勝はどうぞの周選手、第2位佐藤凛太郎選手、第3位は栗山雅樹選手でした。おめでとうございます。